今回の話題は大谷翔平選手、打球速度200キロのミサイルぶっ放す、世界に衝撃、ボール破裂してない、海外の反応ということについて紹介します。今回は今日の試合ではないですが、一昨日から始まった本拠地エンゼルスタジアムでの昨年ワールドシリーズ制覇のアストロズとの3連戦の初戦でのミサイルのような弾丸ヒットについて記録として紹介します。この日3番 DH で出場した大谷翔平選手は4打数2安打2打点で今季12度目のマルチ安打、2試合連続安打をマークし、第2打席と第3打席でのツーベースヒットは共に得点圏でのヒットとなり2点を稼ぎ出し、チームの勝利に大きく貢献しました。2点を追う3回1し1、2塁で迎えた第2打席2022年9月にメジャー昇格後、最速99マイルの速球と鋭く落ちるナックルカーブを武器に、今季の新人王有力候補にも推される球団ナンバーワンの有望株のハンター・ブラウン選手との対戦で、大谷翔平選手は2ストライク1ボールと追い込まれてからハンター・ブラウン選手の外角いっぱいの位置に投じられた決め球であるナックルカーブを泳がされながら右手1本で当てた形になりましたが、打球は二塁手の横を抜けセンター前に転がりツーベースを記録しました。このツーベースヒットに、あの球をどうやって二塁打にできるんだ、そして打球速度は100マイル約 160.9 キロ超えだ、翔平大谷のプレー真のスターであることに議論の余地はないだろう、彼はスイングしボールは強く低く転がり、しかしまだ進む、内野を抜けた後のボールの絶妙な行方に守備はペースをつかめない、大谷は全力で疾走、そのスピードとパワーはまさに快感だ。二塁に到着、無事二塁打を獲得、転がりながらもヒット、大谷の才能、真の恩恵と米野球関係者から衝撃の声が上がったということは以前の動画で紹介しました。しかしその次の第3打席でも世界に衝撃を与えていたのです。1点を追う5回1し3塁で迎えた第3打席、大谷翔平選手は93マイルのスライダーをかっ飛ばし、打球はあっという間にフェンスに到達、前の打席で放ったタイムリーツーベースに続き4対4の同点に持ち込むタイムリーツーベースを記録しました。この凄まじい弾丸にはネット上では半端ねえ、200キロいってるだろといった驚きの声が上がることになったのです。この弾丸ツーベースについて米ロサンゼルス放送局バリースポーツウェストで解説を務めるエンゼルス OB のマーク・グビザ氏は、翔平のロケットのような打球、時速110マイル 177.3 キロ、なんてスイングだ、彼はゾーンに入っていると興奮気味に語ったのです。さてそれではここからこの大谷翔平選手の弾丸ヒットについて海外の反応を紹介します。すごい音、ボールがかわいそう、むしろこれなんでホームランにならなかったんだ、打った瞬間絶対入ったと思ったんだが、これボール破裂してない、無駄の一切ない素晴らしく美しいフォーム、全野球人がお手本にすべきフォームだわ、これだけかっ飛ばされたら打たれたピッチャーも気持ちよさそう。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。また来てくださいね。